形が合ってるのかどうか。あれも新芽の方がいいから、こっちが新芽だから、こうしたら、こっちでもいいんです。そう。だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、79、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、79、
気持ちの強さというか練習量で勝つしか、カバカーに勝つ方法はないマジで。そうです。なるべくこっちよりはこっち。こっちの方がめっちゃ見える。まだやってないって。本番のバイブス。多分バイブスだと結構負けるかも。曲でやってみたいですけど、なんかテレビがさ、結構個性出してくれるここで勝ちますから、もっとパキッとしたもうちょっとこれを抜いてやります。多分ね、円に入るのは早いなと思った。だから、ね、はい、あー心は最高、体はボロボロ、メンターテコナン、ニュージャックの乗りと、あとあの後半はロッキングのしっかりとしてダンスで見せるっていうテーマに、もうあのハッピー&クールみたいな感じで、あの作品が仕上がっております。絶対勝ちます。絶対勝つ。茨城でロッキングやってます。イチって言います。よろしくお願いします。はい、僕仙台から来ました。 POG と書いてポークと申します。よろしく。アッキーが大学の後輩で、朝日が小学校とか中高で俺のクラスに来てた生徒です。あとはやっぱ周保さんはやっぱよく世界大会とかでよく一緒させてもらったりとか、もう会う機会多い先輩だなんで、もうディレクターさんにも、はい、縁があるっていう。ちょっと足痛すぎ、足裏痛すぎ。今してないから、ちょっと辛い。だいぶいいです、うん、衣装からバチバチでめちゃくちゃ決まってるんで、最後までバチバチ決めていきます。僕の出番なんで勝ってきます。2回通ったらいいで十分かな。できればちょっと短い方が嬉しいです。はい、なんかちぐはぐな感じがちょっと出ちゃってるから、決めるならちゃんと決めた方がいい。最後のふわっとしすぎてなんか不安になる。そうですね、方が、うん、いい感じです。緊張とかしなくて、久しぶりの舞台なんで、なんか楽しみの気持ちの方が大きい。あと作品はもう一回フル出したらもう踊れなくなっちゃうんで、あの早く本番来てほしいです。挨拶する？とりあえずここで、うん、挨拶しよう。あ、じゃあ逆にします。うん、立ち位置逆にするといいかも。はい、あと結構さ、何かバミリとかなんか位置感でありましたか？すいません、あの、そう、2曲目かかったん。前に行くのか。結構中に入っちゃってね。了解です。いいよ、いいよ、さあ、いいよ。もう気持ち前でお願いします。もう気持ち前。ピンところ、回るところ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。
なんかもっといけるなっていう感じはする。まだ練習しないとダメ。ぬるっとしてるかな。このままでいくと多分負けちゃうんで、一旦軌道修正しないとやばいかなと思います。頑張ります。完璧にみんなで欲しいみたいな、なんだろう、完璧にもう不安がなくできるかって言ったらそうでもないんですけど、まあでも、振り自体はダンス自体はめちゃくちゃ楽しいものになってるんで、もうあとは楽しむだけですね。それでやってきてますって。完璧なミスない踊りは今日のギリギリここまで、あとはもう大丈夫って言ってれば大丈夫だ。なんかもっといける気がするんだけどさ。もっといけるなんて全然いけるよね。今日の見どころはですね、全体合わせと、まあ、あとやっぱみんなの、パッションがありながらも色気もある、そんな、なんだろうな、アチチュードで、作品作ってきたので、そこに注目ですね。自分たち今もうティップ対戦とか関係なくもう 2敗しちゃってるんで、もうここでは負けてらんないと。そうっすね、もうとりあえず勝ちっしょっていう気合で新しいヒップホップを見せます、はい、バトルズに何か一言もらってもいいですか。一言っすか、はい、煽っていいんで全然。煽っていいんすか、はい、いや、にしてもあの前回のラウンドやばかったんで、 ありがとうございます。マジであれ感動マジで刺激になったんで、それに負けない作品持ってきたんでお願いします。あ、別に特にいつもと変わらない感じです。なんかディップだからとか、まあ別にそれ他のチームもだけど、なんかどこだからとかっていうよりもやりたいことをやるっす。いや、みんな頑張ってていいっすよ、フレッシュ。なんかとりあえずやってみようができるのは一つの才能だから、これみんなができてると思います。みんながいいパフォーマンスできるようにサポートできたらいいなと思います。焦りが隠せてないですね、どっちかっていうと。だけどなんかさっき最終練習でスタジオ撮った時にだいぶテンションもいい感じになったし、不安はないかなって感じです。出るってなった時にいっぱい DM やメッセージとかストーリーとかをもらって、あーなんかこんなに見てくれる人がいるんだって思って、あ、自分も出れるようにまず頑張んなきゃなって思ったんで、今日は出るからにはぶちかますんで見といてください。結構整ったみたいな、結構良くなったっていうのを朝日が言ってたから大丈夫だと思います。みんなを信じて応援してます。ドバーン。SP の良さを出しつつ、それをみんなでいろいろスパイスを加えて振りを作って、なんか丸ごと変えたりとかいろいろして大変だったみたいなんですけど、シャカリキにパワフルに、もうエンジョイオブエンジョイシャカリキみたいな感じの振りで楽しそうな感じでしたね。見ててもっと巻いた方がいいですか。もっと巻いた方がいいですか。何巻きぐらい。今4枚。やば、あと10分でウォーミングアップ。最終リハできちんとみんな揃って頑張ってたんで、もう本番はぶちかましてくれると思います。絶対に勝てぞ、勝てぞ、勝てぞ。いや、ちょっとできるだけ本番に全部をぶつけれるように普段をちょっと落とそうと思って、できるだけ体力を使わないように。元気だ。みんなテンションが上がってきていい感じです。最初はね、不安そうな顔してたんですけど、リハ終わった後にまた練習行って戻ってきたらすごいいい顔してました。みんな勝つ、絶対勝つ。この高揚感がたまらないですね。この緊張感を味わえることに感謝。緊張した方が絶対いいからね。よろしくお願いします。同級生が2人いて、で後輩が1人いて、ユースにも後輩がいっぱいいて、
負けられないっす。もう上げていくしかない。はい、ありがとうございました。ちょっと目線は上で行きましょう。元気よくね。見てくれた人にハッピーを届けます。ありがとう。最後楽しもうね。やりきるべ。やりきるよ。やりきるよ。涙だったからもうなんかごめんなさいって感じ。まだ行けたのかなっていう。出し切れたは出し切れたし練習でもやれるとこまでやったからかませましたね。気持ちも入ったし自分的には全然良かったっすね。わかんない。まず SP の方に会社にドローンでた形になって、でロックっていうジャンルもまた勝てないとか、そういうのも僕が一番練習の時から待ってたのがその前任であるセイジさんが、セイジさんも喜ばせようと思って頑張ったんですけど、そうか、衣装でお見せしなきゃいけない。スイープになった。本当にもういろんな方に申し訳ないです。これから頑張ります。まあなんかなんか少しでもいい結なんかこういい影響をなんかリップに残せたらなと思ったんですけど、まあ悔しいですね本当にこれは。でもやっぱねこう結果になるとやっぱもっとこうできたんじゃないかってね気持ちもあるし、そうですね、まあ、多分作品のコンセプトと内容っていうところではそこに限りなく近づいたし、物は全然悪くなかったのはまあ間違いないとは思います、うん、やっぱり結果がついてくるこの何だろう大会だからこそやっぱりこう残せなかったっていうところで、その結果の結果に対してだけはやっぱ心残りがあるけど、うん、いやー D リーグの洗礼浴びました。
勝ち負けよりもこのこれを次にどう生かすかっていうのを常に前向きに考えて、うん、勝負はやっぱ時の運なんで、まあ頑張った方が勝つでしょ。負けるのは負けるでしょうがないんですけど、スイープなんで、まあ、圧倒的にあっちが良かったってことなんで、普通に力及ばずっていう感じなので、ちょっとね、また一から自分たちのダンスとあとショー作り考えるきっかけになったと思います。